ライドナウ、島室悦久です。今日、2024年10月11日、日本のモータースポーツ界や自動車界に大きな驚きと喜びをもたらす凄まじいニュースが発表されました。トヨタガズーレーシングとマネーグラムハース F1 チームが技術開発、そしてドライバー育成を協力して行うという提携を結ぶ。このことを発表したんですね。 この発表が行われたのは富士モータースポーツフォレスト。ここにはトヨタガズレーシングの高橋プレジデント。そしてトヨタ自動車のトヨタ秋会長。そしてハース F1 チームの小松綾尾代表。3人が顔を揃えました。トヨタが F1 に戻ってくるという噂はずっとありましたよね。ですが今回のね、提携というのは必ずしもトヨタの F1 復帰、F1 賛成というものではないと、トヨタ会長は言います。 実際にね、パワーユニットを作るとか、自分のチームを作るとか、そういうことでは今回ないわけですよね。では、何をやるのか。TGR の高橋プレジデントによれば、車作りに欠かせないピープル、パイプライン、プロダクト。まあ、こういった3要素を鍛えるための F1 への関わりだという話です。実際に行うこととして、まず空力開発、こちらを共にやるということです。さらに、シミュレーションやカーボンパーツの開発、こういったところでも、両者が協力関係を結ぶと。パイプラインという言葉ありましたが、これはね、逆に F1 チームが持っている走行データをね、吸い上げて、解析して、すぐにまた マシンにね、フィードバックしてというね、戦い方、このデータの活用術のようなところを、トヨタとしてはね、学びたい。そういった思いがあるそうです。えさらにね、まあ、究極としてはプロダクト、それをいかに市販車に落としていくかということになります。では、その相手となるハース F1 チーム、ご存知の方も多いと思いますが、こちら、昨年までのね、ギュンター・シュタイナー代表に代わって、今シーズン、小松綾尾さんが、 指揮をとっていますそれによってチーム改革が行われてここ数年のね再開争いから、えー、今シーズンは今のところ7位6位がもう少しで見えるところまで来ているというところです小さいチームで効率よく戦ってまあ大きなねチームとどうやって戦っていくのか f 1の中でもね一番小さいチームであるハースというのはそういう戦い方をずっとしてきたんですが今年はね 予算や人員が増えたわけではないけど、やり方を変えただけなのに、これだけ戦えるんだということをね、まあ見せているわけですね。ただ一方で、えー、小松さん曰く、でもこれ以上行くためには、いろんなものが足りないと。いうことで、ここでね、トヨタとハースの思惑というかね、お互いが足りないものを補い合えば、もっと面白いことができるんじゃないか、もっといい結果が出るんじゃないか、ということで、両者が、 結びついたんだということでした、えー。小松さんおっしゃってたんですが、両者はね、尊敬と信頼の関係だと。どっちかが上、どっちかが下ということはなくね、お互いが対等に、えー、ギブアンドテイクができると。こういう関係だと言うんですね。じゃなければ一緒には戦えないと。提携なんかできないよという話でした。そして、両者口を揃えて言ってたのは、人を育てたいということですね。結局、ハイテクで最先端の F1 でも、それを使うのは人だと。乗るのも人だと。 え、ソフト作るのも、使うのも、判断するのも、結局人だと、人を育てることをやっていくんだと。そうして、次の世代のエンジニアたちに夢を与えていく。こういうことをね、おっしゃってましたね。今、ざっと述べてきましたが、実際にどんなことが起こるんでしょうかまず、技術面、空力はね、どこでやるんでしょうね、これ。例えば、今、すでにハースチームは TGRE、ケルンにある元 TMG のね、施設使ってるんだと思いますが、ここの風洞っていうのはね、 元はといえばマクラーレンがずっと使っていたんだけど、施設がそろそろ古くなってきたということでマクラーレンが出ていって、まあだから今空いていてハースが使えるようになったという流れだったと思います。ここをこのまま使うのか、それともその先があるのかということですよね。ただね、まあ新しく建てるぐらいならば自分で F1 やった方がいいぐらいの大変なプロジェクトになるので、まあこれはおいおいというところなのかもしれません。あと個人的にはね、シミュレーターですね。 あの、私は実際には見たことはないですが、よく言われるのはハースチームのシミュレーターは、やっぱちょっとトップチームのものに比べると劣る、脆弱だというような話があります。これトヨタが持っている、例えばケルンでもいいですし、他の場所にもある、こういったシミュレーターの技術をハースが活用する、こういうことも起こるのかもしれないなぁと思ったりします。空力はね、EV にとっては大事なポイントだしいえ、車のデータをいかに処理するかっていうのもコネクテッド技術としてね、今後車、 市販車に非常に重要になってくるということで、とにかくね、この技術の交流、技術開発、お互いに、まあ、トヨタはいい市販車が出せる。ハースはもっと上に行ける。まあ、こういった関係性が、まず技術の面ではできるということだと思います。そして、忘れてはいけないのが、もう一つの柱であるドライバー育成ですね。スーパーフォーミュラだったり、その下のカテゴリーで頑張ってる。もしかしたら、レーシングカートを走らせてる。これからレーシングカートやりたい。そういう若い者たちに、 夢を与えたいといととうことです、ね、まあそれが具体的には F1 への道がここには通じてるぞということこれで盛り上げていきたいというわけですね具体的にではどうやったら F1 につながるのかというとドラバエック製プログラムの中で F1 テストのの機とといううが与えられることになりそうです実際今回ね会場に展示されていた車は昨年のマシン VF23 に新しいリバリーを施したものだったんですねでこれもちゃんと意味があるんだという話でした VF23、2023年のマシンということは、2025年、来年になれば2年落ちということになります。えご存知の方も多いと思いますが、今 F1 ってね、最新のマシンでのテストというのは非常に限られてるんですが、2年落ちより古いマシンになると、かなり広範囲なテストが可能になるんですよね。だから若手ドライバーは2年落ちのマシンで、いろんなコースで F1 を学んでから出てくる。まあこういうことが起きてます。例えばこのね、TGR とハースのプログラムでは、この VF23 を使って、来年にはスーパーフォーミュラーや、 もしかしたらその下のカテゴリーのドライバーをテストするこういうことができるはずですよねこれね目の前に F1 があってこれに乗れるぞとなったらドライバーたちはみんなテンション上がりますよねくしくもね今週末はスーパーフォーミュラー富士で行われますドライバーたちも今きっとねゾワゾワっとしてるんじゃないかなと思いますよねで個人的にはねずっと世界志向でやってきた笹原右京選手とか え、ホンダ時代からスピードを見せてる大湯俊樹選手、このあたりのドライバーにね、F1 体験をしてほしいな。そして、なんなら上に行くチャンスなんかあったらいいなと思います。もちろんね、平川亮選手、枕根のテストドライバーやってます。あとは、宮田里友選手、FIA2 出てますよね。まあ、こういったドライバーたちは今、さらにね、目が輝いてるのかなと思います。 実際のところ、今決まってるのは大体この辺りの話のようですね。しかしながら動きはとても早くて、事前からハースのマシンには、このトヨタガズレーシングのロゴが掲載される、この新しいリバリーが採用されるそうです。フロントノーズ、左右のミラー、そしてリアウィングですね。えー、後ろから見ると、トヨタガズレーシングと大きく書いてあります。これはね、前走ってもらって、えー、テレビに映ってもらわなきゃね、なんて話が出てましたね。それにしても、 えー、確か去年のルマンですね。トヨタガズレーシングを勝たせないようにするようなあたかもね。そういった政治があって、僕らとしてはルマンというかウェックに対して不信感みたいなものが生まれてしまった。それは実際あったと思います。今年はいいシーズンでね、いいレースしてるんですけどね。でもどうもね、心のどこか頭の片隅に去年のルマンのことがね、 ちょっっと残ってるそういう人多いんじゃないかなと思うんですよねで実はですねその後9月に行われたウェックフジ、えー、でのレースの時に私佐藤社長にインタビューする機会があってもうこれだったら F1 やった方がいいんじゃないですかという話をしたんですよね F1 は例えばレッドブルが独走していても突然レッドブルだけに何か違うルールを課すようなことはしないじゃないですか純粋な技術競争の場があるんじゃないかなと思ったんですよねでですがそのの後ね、えー、鈴鹿での 日本グランプリにトヨタ会長が現れて、そしてね、平川選手をマクラーレのテストドライバーにとか、えー、あとは宮谷智友選手は FIAF2 にとか、そういった動きがね、どんどん発展していきましたよね。そして今年になって、そうしたトヨタ F と F1 の関わり、これが噂がね、すごく出てきた。そして実際にこの秋になって、確かに参戦という形ではないですが、実現するというかね、具現化する動きが出てきたということで、 非常にね、展開が早くて、もうドキドキするというか、ワクワクするというか、うん、そんな気持ちにさせられてしまいます。きっと、多くの人がね、同じような思いを抱いてるんじゃないかなと思うんですよね。そしてね、思わず引き込まれてしまうストーリーとしてはもう一つ。実はね、豊田会長、その人こそが2009年のトヨタ F1 撤退を決めた人なわけですよね。当時社長ですけどね。その人が、ここまでね、 十数年かけて、トヨタという会社を大きく変革して、トヨタカズレーシングみたいな組織もね、作り上げてきた結果として、ちょうど15年ですか。そこでね、また F1 という舞台にたどり着いた。まあ、そんなことが言えるのかなと思うんですよね。実は、えー、TGRE、ヨーロッパ、ケルンの、元 TMG の建物の中にはね、古いレーシングカーが置いてあります。そこでね、最後の年のマシンのリアにね、 メッセージが書かれてるんですよ。当時のね、えー、F1 チームの代表だった木下さんが書いてたんですが、下山命令を受けた時、我々は頂上直下にいた。遠方には暗雲が迫っており、風も強くなってきた。あと、ワンアタックで頂上だった。嵐が来た。無念の思いを、そうしてね、最後のマシンに記してたんですよね。今回のトヨタガズーレーシングとトヨタ F1 チームの関わりというのはね、最初にも話しましたが、F1 参戦、F1 復帰というものでは、 ありません。実際にね、この提携が何を生み出すのか、どこに行き着くのかというのももちろんまだまだ分からない、ゴールを決めての話ではないわけですよね。ですがね、やっぱり僕の思いとしてはね、何らか頂点を見てほしいなというふうに思います。このハースと TGR のマシンが優勝するでもいいのかもしれないし、F1 ドライバーを排出する、そしてそのドライバーが F1 で勝つでもいいのかもしれない。 前回の F1 参戦はポールこそ何度か取りましたが、レース結果としては優勝できずに2位が最高位だったんで、今回の F1 との関わりはぜひね、頂点を見て、そしてそのフィードバックを持ち帰ってきてほしいなというふうに思います。ご存知の通り、ホンダも2026年から F1 本格復帰を果たして、アストマーチンと組んで戦うことになります。そしてこのトヨタの動きですからね、こうしたね、日本を代表するメーカーが、 戦うことでね、日本と F1 の距離がまたぐっと近くなるのかなと。そして、それでね、若いドライバーや若い技術者、あるいはね、そこに憧れている子供たちが大きな夢を抱ける日本の自動車業界になっていく。まあ、こういったことを想像すると、うん、とても夢の広がる今回の発表だったなというふうに思います。